皆さんこんばんは。今日も東京ドームこんな状況の中、たくさんのドラゴンズファンが、レフトビジターに、詰めかけているのを見て、まあ見てね、やっぱり思うこともたくさんありましたし、まあ本当にもう皆さん、3日間お疲れ様でございました。はい、やっぱりこの状況でもね、まあ現地に行って、球場に行って、声を張り上げて、まあチームはドイツするために応援するっていうのは、まあやっぱりね、まあいろんな思いもある中、まあね、まあ一人一人、まあ違う思いもありながら行ってると思うんですけれども、まあやっぱり球場に行く、そこの現場に行くっていうことを、まあ、大事にされている方はほんまにね、すごいなっていうふうに思いますし、まあほんまに僕もね、頭が上がらない思いで、はい、見させてもらっておりましたけれども、まあ試合もね、まあとんでもなく、まあ3試合とも締まりのない試合で、まあやっぱりね、まあずっと言ってますけれども、まあミスが多く出た方が負けると、はい、いうふうに、まあこの3試合をね、見ててもやっぱり思いました。はい。まあ、ほんまにね、こうやって、もうほんまに立浪監督が、まあ立浪やめろともずっと言われ続けてね、まあまあツイッターなんてもう見る、と、もうなんかその話しか出てこないぐらいの勢いに、今なってきておりますけれども、まあね、もうなんか何を言っても、まあ、やっぱり、人と同じ意見じゃないと、まあ、批判されたりする世の中ではありますけれども、まあ、しっかりとやっぱり、今この現状をやっぱり見てですね、思うことは、ほんまに何回も言います。監督変えても変わらないと思います。はい。まあ、ほんまにこれがまあ、10年間、僕がちゃんと自分で働いたお金で生きるようになってから、ほんまにこのね、ちょうど10年経ちます。はい。まあそこからですね、ほんまに感じ取る部分は、まあやっぱ監督がどうのこうのっていう問題は、もうとっくに、過ぎ去ってしまってるのかなっていう。はい。ゆたっとくら。はい。もう監督がどうのこうのっていう問題ではない次元まで来てるところではあると思います。はい。まあもちろんね、まあ辰巳監督がなんとかチームを、変えようとしてくれてるっていうのはもちろんわかりますけれどもね。はい。まあやっぱ現場の、まあなんか、まあ辰巳信者だなんだとかね、まあわけのわからんことをほざくやつがたくさんいますけど、まあ先に、まあ言わせていただきますけれども、まあもちろんその現場の最高責任者として、辰巳監督がやっぱり、負けて、こうやってね、まあ借金29、もう、借金29ですね、という状況を作り出して、批判されるのは、まあ当然だと思います。はい。まあでも、今日見ててね、思いましたけど、まあツイッターでも、まあたくさん、まあ中日ファンの方もほぼほぼ全員見られたのかなっていうふうに思われる動画を僕も拝見させてもらいましたけれども、まあ、辰巳監督が、まあ、バスに向かう途中かな、あれは。に、まあ、なんか、辰巳、なんか、やめろとか、責任取れとか、なんか、まあ、たくさんの方に言われてて、もちろんそういう意見が出るのも、当たり前だと思いますし、まあ、やっぱ球場、現場で、しっかり辰巳監督がいるところに対して、その発言をできたっていうのは、まあ、そこはまあ素直に、ファンとして、まあ言いたいことは直接言うっていうスタンスは、まあ素晴らしいものなのかなっていうふうに思いましたし、まあネットでね、ごちゃごちゃ、辰巳がどうのこうのやとか呟いてる奴らとはもうレベルが違うなっていうふうに思いましたし、まあ言いたいことは現場で直接言うっていう意見に対してはね、まあそこは、すごい、賛同できる部分では、ありました。はい。思ってることを言うっていうところだよね。はい。まあ、ほんまにね、ツイッターで、
まあ、ツイッターが一番多いかな。で、まあ、立浪監督がどうのこうのっていう人がめちゃくちゃ多いですけど、まあね、まあ、本人目の前にして、実はあなたたち言えるんですかって話にはなるんですけど、まあ、きっと、新幹線のね、まあ、ホームで、まあ、立浪監督が言ってくれました。まあ、立浪もうやめろ、お前、まあ、平均取るボケーとか、まあまあ、僕は、まあ、言えないですけど、まあ、そういうふうにね、ツイッターで、まあ、言ってる方たちは、まあ、おそらく言えるんでしょうね。はい。まあ、ほんで、まあ、そこに対してやっぱり、思うことなんですけれども、まあ、球場のね、現場でああいうふうに言う人に関しては、うん、まあ、まあ僕もね、まあ球場で、現場で言うスタイル、まあそこは、貫いていこうかなっていうふうに思っておりますんで、まああまりネットでぐち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 とは言いたくない。はい。っていうのはあります。まあでも、まあネットでぐちぐち言うんやったら、まあこういう、YouTube っていう媒体を通じて、まあしっかり顔をさらけ出して、そういうふうに思ってる、人がいるんだよっていうのを、ね、まあどんな人にも、どんな人に見られても、まあ、正々堂々と言ってますよっていうのは、まあ、アピールしたいがために、こうやって YouTube っていう媒体を通じて言わせてもらってますけれども、ゆたっとほら、まあ、僕がこの間ね、高橋周平選手に対して、一試合に、何個かな、2個ゲッツー打った時のね、試合の時に、まあ、高橋ふざけんな、お前とかいう動画を、出して、まあ、それをね、まあ、切り抜かれて、いろいろと、まあ、言われてましたけれども、まあ、僕がね、言われることに関しては全然、あ、まあ、いいんですよ。はい。で、まあ、でも、高橋周平選手に対して、まあ、僕がそれ言ったことに対して、まあ、誹謗中傷だなんだとか、なんか、それがなんか、子供に対してどうだこうだとか、なんか、もちゃもちゃ言う人いますけど、まあ、ネットの世界にも子供は見てると思うんですよ。まあ、それに、関してはまあなんとも思わないかなっていうふうに思いますし、まあ平気でね、あの僕に対してもなんか、あの死ねやろなんやろとか、あの生きてる価値がないやろなんやろとかなんか、まあ結構、あの引用ツイートとかで、まあ、拝見しますけど、まあ、まあそういうふうに思われてるんやなっていうふうには思いますけど、まあでも、まあ立浪監督に対して、まあ死ねとか、まあ監督やめろとか消えろとか、なんかお前がね、そうやってなんか生きてる価値がねえやろとか、そういうことをネットで、誹謗中傷することに対しては、そこはまあ何も思わないのかなと。はい。まあ、なんていうかな、こうやってね、まあ顔をさらけ出してこうやって言ってるんで、まあいろいろとね、いろんな意見が来るのはもちろんわかるんですけど、まあそこに対して、まあ高橋優選手は、ビシエド選手はチームに今まで貢献してきた。だから、まあなんか、誹謗中傷される。まあ誹謗中傷なんてまあレベルの言葉は全然言った覚えはないんですけれども、まあやじと受け止められるような言葉は言ったかもしれないですけど、まあそこに関してはまあすごい、擁護される、はい。周平は頑張ってるとか、ビシエド頑張ってるっていうふうに擁護されるんですけど、まあ立浪監督は頑張ってるとか、なんか、そういう声はまああんまり耳にしないんですよね。まあもちろん現場の最高責任者なんで、まあそういう一番、責任が重いポジションであると思うんですけど、まあ選手は頑張ってるからええわ。まあでも監督はなんかおかしいからやめろとか、消えろとか、それはいいんですかっていうふうにはまあちょっと最近見てて思いますけどね。まあまあこういうね、弱いチームの、まあなんか、典型的な例なんかもしれないですけど、こういう話題が出てしまうっていうのはね、典型的な例なんかもしれないですけども、まあ選手はやっぱり監督首脳陣が守っていかないといけないっていうのはわかるんですけど、ほんじゃ、まあ前も言ったかもしれないですけど、まあ監督コーチっていうのは、球団が守れよと。はい。今までね、こうやって2013年から高木森道監督、谷繁監督、森重監督、森重和監督、ほんでその後与田監督ってなって、で、まあ、今、立浪監督がやってるわけですけれども、まあ、その中で、結果、
いい方向に結びついた、まあ、優勝争いができたなんていう年は全くなくて、まあ、プロ野球として、魅力の感じるチームでもなけりゃ、まあ、優勝争いする、できるチームでもなけりゃね、まあ、今どういうふうな、チームになりたい。で、どういうふうに数年後、戦ってるようになってたいっていう風な、まあ、ビジョンが全く見えてこないっていうのは、すごいあるんですけれども、まあね、まあ、僕、ほんまに、こういう風に毎日毎日ね、まあ、同じような話題を、話させてもらってるんですけれども、まあ、なかなか毎日毎日ね、こうやって自分だけで考えてても、話なんて思い浮かんでこないんで、まあ、いろんな人たちにね、相談させてもらいながら、まあ、どういう風に思ってる、まあ同じようなね、思想を持ってる人たちに話をさせてもらうんですけれども。で、まあそれも参考にさせてもらいながら、こういうふうに YouTube っていう媒体を通じて話させてもらってるんですけれども。まあとにかく、僕は、まあその立浪監督が辞めろどうのこうのっていう問題じゃなくて、もう球団が立浪監督に今これ何年契約っていうのを、やってて、まあ、表向き3年契約らしいですけどね。まあ、実際どうなのか知らないですけど、まあ、いろんな、話があるんでね。わからないですけれども。実際何年契約で、まあ、例えば3年契約っていうふうに表向きで言うんであれば、まあ、3年でどういうふうに、やってもらうっていうのを、掲げてるっていうのを、これはね、もうここまで来ると、ファンに説明するべきだと思いますよ。はい。まあ、だからやっぱり、球団がファンを舐めてるっていうのも、当然、ね、ファンから見てて思ってくる話だと思いますし、ほんまにね、このファンがじゃない、球団がファンに対して、どういう風なビジョンを描いてやってってますっていうのを、話するべきだと思います。はい。まあ、このままいけば、ほんまに、まあ、立浪監督だけがもうほんまにこの非難轟々な、嵐を浴びて、ほんで、球団は結局、まあ、立浪監督、こんだけ批判されてるから、やめてくれ、ってなって、ほんで、まあ、次の監督になっても、またね、同じことになると思いますよ。はい。で、このチーム状況の中、誰が監督引き受けてくれるって話でありますし、で、まあみんなね、まあ和田が監督になるべきじゃないかっていうふうに言いますけど、立浪監督が連れてきた、まあ結構仲もいいみたいですしね、まあゴルフ仲間やったりもするらしいですし、まあまあそういうね、方が、まあ立浪監督が辞められました。だからまあ僕が監督になりますってなると、まあ、多分ならないと思うんですよね。はい。まあ立浪監督が監督やから、第一コーチとして、和田さんは来てくれたんやと僕は思ってるんで。で、やっぱずっとね、横に、試合中も付き添いながら、まあ、いろんな話をしてるんでしょうけど。まあ、だからほんま、球団がやっぱり、最終戦、10月3日でもまあいいですわ。はい。この時に、ファンに対して、どういうビジョンで、立浪監督に、再建を託すって言ったわけじゃないですか。再建ですよ。チームを立て直すっていうふうに託したわけですよ。はい。で、まあ、ある程度ね、今までダメやった選手を、まあ、再建するために、まあ、トレードに出したりとかね、やってますけれども、まあ、今年もきっと相当な血の入れ替えがあると思います。はい。またここでも、まあ、非難轟々されることは、まあ、もちろんね、分かってはいるんですけれども。うん。まあ、それをやっぱ説明した上で、ファンも、まあ、受け入れないは、まあ、個人の自由だと思いますけれども。まあ、そこをやっぱり、もう、球団としても、ある程度、説明していくべきやというふうに、の状況になってきてると思います。はい。まあこれはやっぱりね、まあ今日は現場に行って、まあ立浪監督やめろ、立浪監督やめろってね、言ってくれた人の、おかげでもあるかもしれないですね。もしかしたら。まあそういうふうに球団がまあ動いてくれるのであれば。お前そうしないと、もう一生強くならないと思うんですよね、この球団は。もうなんか、
今のなんか僕の一番の悩みではあるんで、このドラゴンズの、このずっと低迷してるっていうのは、もうほんまに毎日毎日ね、まあ、考えたくないですけど、絶対やっぱり頭のどこかには、なんか、このチームってずっと応援してて強くなるんやろうかとか、ほんまに球場に行って応援してる意味ってなんかあるんやろうかとか、なんかね、球場に行って、まあ、声を出して、枯らして応援して、で、まあ、チケット代も、まあ、そんなね、安くはないですよ。チケット代も安くない中、まあ、行くなって言われたらそれまでなんですけれども、まあ、趣味なんでね、行くのはありますけれども、まあ、さすがにここまで来ると、ちょっとある程度な、説明が欲しいなというふうには、最近すごい思っております。はい。立浪監督だけに、責任を負わすんじゃなくて、球団フロントが、やっぱり一番の、雇い主だと思うんで、そこは、球団がどういうふうな、ビジョンで動いていくかっていうのは、ちゃんと説明してほしいなっていうふうには、思います。はい。10月3日、立浪監督だけが挨拶するんじゃなくて、ちゃんと、球団の関係者、まあ、球団社長でもいいですけどね、が、ファンに対して、説明をする時期まで来てると思います。はい。なんとか、この低迷期を、終わらせるために、まあ、僕も中日ドラゴンズっていう球団が好きですし、まあ、中日っていう名前も好きなんですよ。まあ、だからやっぱ身売りもしてほしくないですし、ずっとまあこの球団のまま、中日ドラゴンズっていう球団のままでいてほしいっていうのはあるんで、だからそこをずっと応援できるように、してもらうためにも、なんとか、球団を、通じて監督、選手を守ってもらってね、なんとか強いチームにしていけるようにどうしたらいいかっていうのを全員で考えてほしいですね。はい。なんとかよろしくお願いします。